サルムソンには、フランスのサルムソン社が開発した、単発複用複座の偵察、軽爆撃機である。第一次世界大戦では、ブレゲー14と共に、フランスの主力偵察機の一つであった。本機は、ソッピース1ストラッター、ドゥランエアールの後継機として開発された。1917年4月29日に初飛行、部隊配備は、 同年10月から始まった。総生産機数は約3200機が生産され、うち2200機がサルムソン製で、残りはラテコエール、アンリオ等で生産され、一部は副操縦式の練習機に D2 として生産された。機体構造は垂直、水平尾翼の翼面すべてが動く、オールフライングテールで機動性が優れていたが、 設計そのものはごく常識的であった。しかし操縦士と機銃士とが離れており一疎通に不便が生じた。さらに性能向上型が計画されるも終戦のためすべてキャンセルされてしまった。フランスで正式採用されたほかアメリカ派遣軍が700機購入した。戦後はチェコスロバキア、ポーランドが使用。日本ではライセンス生産も行われた。 おつしき1型偵察機1919 19年に来日したホール教育団の教材用としてまず29機が輸入され陸軍に差し機2型偵察機として正式採用を1921年には51機を輸入しおつしき1型偵察機と解消した同時に陸軍では本機の国産化に着手し修理という名目で1920年末に 国産1号機を完成させた。その後航空補給部で約300機の生産を行った。この時陸軍はエンジンのライセンス製造権は取得していたものの、機体の製造権は取得しておらず、後に特許権侵害としてサルムソン社から抗議を受けることとなった。陸軍方兵交渉でも約300機生産されたと言われるが、 これについては誤りだとする資料も複数ある。また飛行機分野への進出を狙っていた、川崎造船所飛行機部もエンジン、機体療法のライセンスを取得し、陸軍からの国産化の指示を受けて1922年に試作機2機を完成させた。その後1927年までに約300機生産した。この機体が川崎における最初の量産機となった。 日本における総生産機数は約900機にもなり、当時としては記録的な生産数であった。1928年に88式偵察機が登場するまで主力偵察機として活躍し、1933年頃まで前線部隊で使用された。満州事変、第一次上海事変にも一部の機体が参加している。第一戦を退いた後は、 多数の機体が民間に払い下げられ、飛行学校や新聞社等で愛用された。1933年8月7日、女性初の日本海横断飛行に挑むため僕たかし、元が払い下げのサルム村で、羽田飛行場から出発したが、現熱海市の黒竹に墜落し死亡した。ありがとうございます。